あずまやの日々これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日々これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日々これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。2月20日、今日は何の日？1582年の今日、天正遣欧少年使節が長崎港を出港しました。天正遣欧少年使節のお話は、フランシスコ・ザビエルにまで遡ります。1549年、時は戦国時代。カトリックの宣教師フランシスコ・ザビエルが日本に来ました。織田信長はキリスト教を保護し、宣教師を大切にしました。信長の協力で1580年、初等教育機関であるセミナリオが設置されました。セミナリオでは、キリスト教の教理はもちろんのこと、ラテン語、日本文学、音楽、体育などを学んだそうです。遣欧少年使節はその一期生です。遣欧少年使節の役割は3つあります。1つ目、ローマ教皇とスペイン・ポルトガルの両王に謁見し、日本での宣教の経済的・精神的支援をお願いする。2つ目、日本人にヨーロッパのキリスト教世界を見聞してもらう。3つ目、ヨーロッパ人に日本を知ってもらう。というわけで、遣欧少年使節は勉強ができて礼儀正しく、そして美少年4名が選ばれました。ところが、彼らが出航したその年に、キリスト教を保護していた織田信長が亡くなってしまいます。遣欧少年使節は、行きは2年半、帰りはなんと4年以上もかけて、1590年に帰国しました。彼らが帰国した時は豊臣秀吉の治世、キリスト教は禁教となり、激しい弾圧にあります。そして、遣欧少年使節4人は異なる人生を歩むのですが、4人の中の1人、千々和ミゲルは、キリスト教の信仰を捨てるという人生を選びます。村木蘭さんのマルガリータという小説は、千々和ミゲルの生涯を題材にした本だそうです。あずまやは、マルガリータを読んだことはありませんが、村木蘭さんといえば、南原茂を題材にした夏の坂道を読んだことがあります。村木蘭さんは司馬太郎さんの大ファンで、司馬家の家事手伝いになり、司馬夫人の個人秘書をされていたそうです。話が逸れてきましたので、今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。